こんにちは、ジャズドラムの黒田です。前回ブラシのリズムパターンを練習したと思いますが、ソ、フィルインとクラッシュ、ここまではやったと思います。ここから先今度アクセントをつけていくんですが、まずはうなずきというやつですね。僕の教材でいう1の裏と3の裏です。1と裏の3の裏はこうやって動かせるに対して、1のオープンの時に左手をリフトアップして、でこのまま動きとしてはこっちに落としたい。こっちにフラットで落とす。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ワン、エン、ツー、スリー、踏んで普通に戻る。これこっちにしないとワン、ツーでも左右バラバラになっちゃうので、オープンの時にクロスに行く時に左手を持ち上げて、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。3の裏も一緒です。ワン、ツー、スリー、エンフォー、ワン、ツー、スリー、エンフォー、ワン、ツー、スリー、エンフォー、ワン、ツー、スリーの表で左手を持ち上げて、ワン、ツー、スリー、エンフォー、ワン、ツー、スリー。まあこれだけでうなずきができるので、前回のリズムパターンの枠組みの中で、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、で、フィルイン。といった具合に、こう、組み合わせてやれば、これだけで曲ができてしまいます。もう一つね、大きなうなずきがあると思うんですが、それが非常に簡単なので先にやっておきましょう。こうティックタックティティのティックタックのとこを1個フラットにするだけです。ティックタックティティ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 ティックタックワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー。このように、まあこれステージ2の、うなずきになるわけですが、大きなうなずきになりますね。で、問題は1の表と3の表なんですが、ブレイクしたりするときに、ワン、ツー、スリー、フォー、こうやって止まりますね。まあこれ、手でチョーキングしてしまえばクラッシュでもいいんですが、スネアもうスネアで止まっちゃいたい、こうやって止まっちゃいたい時にね、1よく使えます。1とか3とか1、あとファンクとか1、2、3、4、1、2、3の表なんかもうまんまファンクになるので、これこういうファイルとかでね、こうファイルとか膝の上乗せてやると、これもストリートでよくやってましたね。小沼洋介くんとよく、歌舞伎町あたりで、ストリートやってました。これね、こういうスタイルですね。この1と3はポイントがあって、ちょうど同音があるでしょ。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーね、3の表、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ワン、このエンドの後にアクセントが来るんで、これエン、ティックとフラットって結構早いテンポになってくるとすごくこう間に合わなくなっちゃうんですよ。なんで1と3の裏はアクセントが 1と3の表はアクセントがあったら、それは省略、その手前のドンは省略するっていうのが一応ルールです。なのでワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。続いていく場合は、ワン、ツー、ツーの裏は省略するけど、フォー、エン、ワン。フォーの、フォーからエンド、ワンに行くところのドーンは省略しないです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。こんな風に使ったりとかすることができますね。なので、タララッタララッタララ、こういう手前にうなずき入れて1にワンツースッタ、ここは裏なしでワンツースリーエンフォー、ワン
というわけで、ワンツーフィーエム、ラララ。ブレイクするときなんかにこうやってフィルイン入れてもいいんですが、ワンツースリー、うなずきだけでブレイクする。ここまで、いろいろできると、まずそのワンツースリーフォー、うなずき、ツー、三の裏、二の表、ワンツースリーフォー、ワンツーっていう風にできるとかなりいろんな曲ができると思います。なので今日覚えたのは1の裏の3の裏、ワンツースリー、ワンツースリー、大きい2の表、3の4の表、ワンツースリー、フォー、ワンツースリー、フォーで1の表でブレイクする場合はワンツー、突然止まっても4の裏は省略しましょう、ファンクのパターンだったら3の表だと1、2、3、1、2、3、1、2といった具合に、ちゃんと場合分けをして、ちゃんとこう省略するところをしっかり覚えておかないと、自動的に省略できないと、あ、ここ省略するんだったと思ってたらだいたい遅れてしまうんで、遅れないようにどんなテンポでやってても というふうに練習してみてください。あと1の裏ね、1の裏を左手だけじゃなくて右手で1、2、3、4、1って言ったりすることもあります。テンポがゆっくりの時は多いですね。なんでかっていうと、左手で行くとリフトアップしてる間に左手止まるでしょ。これを止めたくないという時は右手で行きますが、このブラシってあんまり細かいこうレガートをしながらっていうのができないので、細かいことやってる時は要は裏側は左手、そうすると3ストロークにする。というふうに3ストロークを混ぜた時、3ストロークって左手がアクセントは全部右右左でね、裏側は全部左、表は全部右、今のブラシも表は全部右手、裏は全部左手っていう風に統一ができるので混乱しにくいんですね。だから、演奏してる時に細かいフレーズをパッセージやる時はもうこすったりしなくなるんで、3ストロークに切り替えることが多いんですね。その時に裏拍は全部左手で統一されてると非常に楽だから、裏拍は左手、表拍は右手という風な手順になることになります。ちょっと難しかったと思いますが、動きをしっかり覚えてください。以上です。ありがとうございました。